ソロク県は、中華人民共和国新疆ウイグル自地区カシュガル地区に位置する県。カシュガル市の南に位置する。古代最域のオアシス国家である、ソロク国の地であった。古代の住民は、陰王系で、インドヨーロッパ語族の言語を操っていたとみられる。9から10世紀より、人種と言語が次第に解雇つかしていった。全漢字、ソロクの国力は強くなかった。 二世紀に、クシャーナ朝のカニシカイセイが、仏教の伝播に満身した時期に、この地にも仏教が入った。三国時代、ソロクは、サシャ、ケツイシ、キョザなどの十二国をすべ、キジ、ウテン、エンキ、ゼンゼンと共に、西域の大国であった。最世期の藩とは、今の新疆の歌手がいる、ソロク、諸父、トギシ、エーキチサ、タケ、ヒロシコ、アズジュウ、カラス、アタカ、 悪と、党重工時間などの剣士に及んだ。とである、ソロ城は党からは菓子城と称されていた。六世紀中央以後、特決の支配下に入り、毎年長考した。六百五十八年、党が西特決の足長路の乱を平定し、ソロをもって安在四鎮の一つとなし、安政と五府に霊属した。ソロ王室は、党との往来が密接となった。その後、 一晩に占領された。総意後、ソロクは主に聖戦した特血族のカルルク部と以後到来した一部のウイグル部の支配下に置かれた。三鎮、十二教を管轄、2015年1月12日、ソロク県内の商業地区で爆発物を爆発させようとした容疑者6名が警察官により射殺される事件が発生。ありがとうございます。